じゃあいろいろやってるやん。パーソナルトレーナーもやって、はい、で役者もやって、役者は逆にもうなかなかできてないですけど。なんでオファーは来るやろ。だってまあそうですね、なんで基本的にオファーいただいた、まあ、やっぱウルトラ関連が多いですかね、特撮とか。ああ、仮面ライダーも出た。仮面ライダーもこの間オファーいただいて今やってるのに出させていただきましたね。ええやんか。そうなんですよ、まあ、特撮が多いですね。仮面ライダーいいやんか。どれが好きやった、ちっちゃい子。仮面ライダーと、はい、ざっくりとゴレンジャーと、はいはいはい、ウルトラマンと三大ヒーローというかさ。あ、はいはい、僕でも最初はそれこそティガで育ったんで、ああ、なんで2、3歳とか、はあはあはあ、記憶も若干曖昧なんですけど、うん、まあ、ティガが一番好きでしたね。なんでウルトラマンで始まって、次まあライダーとか、朝起きた時にやってたのがその仮面ライダーだったんですね。そうやな、はい、ああ、なんでその流れで見てました、ライダーと戦隊と、はい、戦隊を。ああ、なるほどなるほど。もうだからティガ、はい、ガイア、はい、ダイナ、ダイナ、ドストライクなんや、はい、そっか、28か。俊二よりもちょいちょいでもないんか。もうあいつももうおっさんやもんな35か。あ、そうなんですね。うん、19、20歳の時やから、メビウスやってたあいつが、20歳の誕生日をメビウスの最中に祝ったもんいいっすねそれ。そっか、だから3ヶ月とかしかないから、団員の誕生日祝うとかないんや。なかったっすね、全くなかったです。でも1年あるからさ、絶対来るやん。うん、絶対そうですね。だから撮影終わった後、隊員全員でバーベキューしたりとか。うん、全然あったで。いいな。隊員何人いた。隊員は5人ぐらいいましたね。あ、結構いるな。あ、僕も最後の方も加わったりして、最終的にはそうですね、5、6人ぐらいいました、ね。なぜかその地底人の設定だったんですけど、うん、隊員に入るっていう地底の世界みたいなのがあって、あれやろ、はい、山本、あ、そうです、未来さんが女王様からなの、はい、斉藤洋介さんやろ。そうですね。でもう一人小池里奈ちゃんっていう、うん、その子も隊員になるっていう、二人隊員になるっていう、地底人が、地底人が、へえめちゃめちゃ面白かったです。そうなんや。え、でもさ、その銀河 S、 はい、銀河 S がスタートやん。はい、そっから要は自分が主役のシリーズが始まるわけやん。はい、それっていうのはどういう流れでそうだったの。ああ、流れというか、なんかスピンオフみたいな感じですか、どちらかというとイメージ。ああ、主役でなんか大々的にやるっていうのは、ほうほうほう、なんか地底世界の物語みたいな。ああ、はい、じゃあストーリー的には続いてるっちゃ続いてるってこと。そうですね。あ、その銀河 S と続いてるんや。はい、そうなんや。そうなんですよ。今後だからニュージェネの子たちには、うん、ガンガンアプローチしていこうと。ああ、いいですね。なかなかパイプがなかったんで。そこそこないよな。吉岡さんきっかけでだいぶ広がりましたね。うん、だって吉岡くんの何かを見ないと俺も連絡してないと思う。まあそうっすよね。知る機会そんなに接点がないと。そうなのよ。はい、プロデューサーは誰？岡崎さんっていうバンダイから出向してきていた方がプロデューサーやっていて、へえ。でトップはじゃあ大岡のおじいちゃんや。そうですね。ああ、相変わらずゴルフが好きでやってるみたいですね。あ、連絡とか取ってるんや。たまに集まったりするんですよ、それこそ。あ、コロナ前とかは、もう大岡さん呼んで食事会みたいな、ニュージェネで。マジ？はい、大岡さんを囲む会みたいな。なんなんその、なんか定期開催してましたね。今もなかなかできないですけど。え、誰が来んのそのメンバー。僕らとあとそれ以降のニュージェネですね。なんか10人ぐらいの結構。ちょっと待ってニュージェネってそんないっぱいいんの。います今めちゃめちゃいます。俺らの後輩ってさ、はい、ひょっとしてめちゃめちゃいる。めちゃめちゃいますよ。もう8年も僕経ってるんで、少なからず8人以上はいるじゃないですか、毎年レベルで。ちょっと待って、毎年やってることどうかも知らんから毎年一応今やっていて、まあ、なんで毎年1人ずつ2人ずつ増えてるんですけど、もう少し落ち着いたらまた集まれたら面白いですよね。いや、ニュージェネの会にさ、俺と俊二が行ったらどうなるんや。いや、めちゃめちゃ面白いと思うんですけどね。面白いというかちょっとなんか別の枠組みですもんね、そのさっき話されたんで。最近やん、なんかニュージェネとかいう枠が出てきた。そうですね、本当に僕らが現役でやってた時はそんな言葉なかったですからね。やろ、はい、
もともとは社内で使われてた言葉みたいで、いつぐらいで、はい、おでそれがなんか僕らに渡ってきて、お結果的に映画のタイトルになるミュージアムクライマックス。マジで、はい、へえ。そもそもどこで切るかみたいな話にもなってたんですけど、そうよな、今現役でやってる子たちもニュージェネの枠らしくて、一番勢力的に多いやん。いやもう大勢力になりました、ニュージェネが、はい、だから昭和やろ、はい、で平成三部作みたいな言われてて、はい、俺らは何の世代なんやまあでもニュージェネにもう入っちゃっていいんじゃないですか。いややわいや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 、めちゃめちゃ20代やみんなそうですね、なあ四捨五入して40のやつらが何をニュージェネとか言ってんのよいや面白いと思うんですけどね、無理無理体力も気力も無理、俺らはもう俺と俊二はもうおっさんやねんから、俊二にだってはもうただのデブやしさ。でもなんか一番精力的に動いてるじゃないですか、いや SNS 周りとか。じゃあ暇やねん。いやいやそんなことないです。いやいやバーってさ、要は夜やん、はい、昼間暇やん。まあまあまあ暇やん今100キロやで体重。俊二さんですか。うん、へえ。ダイエット始めますって言って97ぐらいから90ぐらいまで落とした。はいはい。で今リバウンドして元より増えとるっていう。リバウンド。絶対単位服なんか入らへん。100キロは膨大ですね。いやーそう。炭水化物が止まらないとか言って。知らんわ言うて。いや難しいっすよねダイエット。僕も圧倒的に体重増えてます。それは筋肉やん。まあまあまあでもやっぱ脂肪も増えてきてますね。お酒とか飲むの。飲みますね。ああ。量もめちゃめちゃ食べるんで、トレーニングしなかったらめちゃめちゃ太ってると思いますね。瞬時か多分してると思いますね。ほんと食べるの飲むの大好きなんで。食いそうやもんな。めちゃめちゃ食いますね。瞬時と気が合うと思うで、そこは。本当ですか。あいつもラーメンにラーメンとか行くからな。待ってください、ラーメンにラーメンってどういう状況ですか。ラーメンにご飯とかじゃなくて。違うよ、ラーメンにラーメン、ラーメン2杯頼むん味変でとか意味が分からない。いやでもそのぐらい気持ちいいですね見てて。僕も好きで食べるんですけどもたれますね。今日も背脂ラーメン食べ行ったんですけど28でもたれるな。速攻薬局行って胃薬買いに行きましたデリケートか胃が本当にダメですね。長々とドライブしましたけど。いやいや、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。本当に運転していただいて。ニュージェネ紹介してやってよ、じゃあ。ああ、もう全然。フットサルとかやってるメンバー結構いっぱい。ニュージェネで？はい、MC 以外で。へぇ、まあ。とりあえず10人以上は後輩がいるっていうことを。今日俺は知ったからね。はい、はい。約20人ぐらいいるってことだろ。はい。よーし、その20人絶対呼んだるからな。いやめんどくさい先輩いや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 大々先輩じゃないですか。いやめんどくさいわ俺が逆やったら嫌やわ絶対嫌やわっていうわけでね、はい、ドライブトークゲスト、はい、宇治くんでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではまたまたよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。いやー初めてニュージェネの子と会うことができて、ね、いろいろ衝撃的なこと聞きましたわ。20人ぐらい後輩がいるっていうのもびっくりやし、そして何より宇治くん爽やかでいいな。うわー俺は大好き。ということで次の動画でお会いしましょう。ぜひぜひグッドボタンとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ本当にバイバイ。